優しく右足でシュートを決めてきましたね。そもそもゴールの位置も分かってたんで、コースだったら狙って打ちました。そしてあのコーナーキックを取ったシーンも、あの前のシーン、永井選手がのシュートを打ったところから始まりました。あの時間帯も永井選手の時間帯だったと思いますが、いかがでしょう。そうですね、しっかり怪我しないように、またサポーターの皆さんとしっかり勝利を分かち合えるように。